ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の安本利久さんですさあ今夜は何が見えたでしょうかはい、えー。南光さんの陣営の大阪市参戦からメイドイン大阪の魅力が見えましたということで、はい、今日はですね4月13日の放送のね続報みたいな内容を話させてもらうんですが4月13日、えー、覚えてますか松田さんはい えー、大阪府市長会の会長さん、今、高石市長のですね、えー、坂口新六さんですが、その市長さんとかですね。河内長野市の島田智明市長さんたちが来てくださってですね。県、えー、務の申請前後に活躍した。まあ、武将のですね。楠木正重、まあ、この人、南光さんというわけですが、えー、この人を大河ドラマの主役にしようというね。ええまあ、協議会が発足したので、その紹介のために、こうした市長さんたちが。 来てくださったんですよね非常に情熱的に語ってくださりましたね。いたねはい。で、その時にはね、えー、府内を中心として、えー、25の自治体が参加した協議会を作りました大阪府内は23だったんですねそこに兵庫県の神戸市と奈良県の吉野町が加わって25の自治体がまあ、加わって協議会を 発足させましたという話だったんですが、はい、実はそこにですね大阪府のまあ一番大きな自治体である大阪市がですね加わった。 うん、という話を今日はさせてもらいたいんですね。はい、えー、これは二十六日にですね。えー、この島田市長たち、あるいは坂口市長たちが行ってですね。うん、大阪市もぜひこの教育会に参加してくださいとお願いしたところ。吉村大阪市長がですね。えー、じゃあ大阪市も参加しますということを明言されたんですね。心強い、はい、はい、ですから、まあ,あ、南光さんをね、大河ドラマの主人公にしようという。この陣にですね。参陣をした、あるいは参戦をしたということで。えー、運動がさらに息づくんではない。 かなというまあ、話なんですねでなぜ大阪市が参加をするのかというところで吉村市長の参加の弁というのを改めて見てみたいんですね、はいえー、こういうことを言っておられます、えー、南光さんは関西の重要な歴史的人物ですで海外の方が日本の歴史に興味を持ってくれている今ツーリズムという観点からも 大阪ゆかりの人が大河ドラマに出るのは、まあ、大阪を PR するあるいは関西を PR する力になるというまあ発言だったんです、ね、ビジネスとしても大きななチャンスと、はい、ということなんです、ね、まあ僕は南光さんをこれは観光資源として認めてその魅力でですね特に外国人観光客ですねインバウンドをはじめとする観光客これはまあ国内の観光客も関係しますがそうした人たちを集めて関西の活性化につなげたいという、まあ、そういう狙いが見える という気がするんですねで今日ぜひお話ししたいのはこういう考え方が極めて正しいと同時にそんな考え方が長い間封印されてきたことがあ,ある種日本の問題だったのではないかなというここを聞いていただきたいんですね。はい、まず正しいという観点なんですがここで松本さんに質問したいんですがで大阪出身で、えー、一番知っている歴史的な歴史上の人物は誰でしょうか そう言いますよね。はい、<laughs> ええー、豊臣秀吉太公さんが大阪を象徴するまあ歴史的人物のように誰も生まれてると思うんですが、えー、実は秀吉は尾張出身の人ですから大阪ではないんですね。えー、愛知県は愛知出身の三位人ということで信長。 秀吉家康という言葉を挙げてるわけですから。まあ大阪がこれを取るというわけではなかなかいかないわけです、ね。そうですね。どうしてもなんか太閤さん太閤さんって自分たちの身内のように言ってしまいますけど、はい。実は違うわけですね。はい。じゃあ、あとは誰がいますかという時にですね。あまりいないですね。 例えば聖徳太子がそうです、えー、四天王寺作りましたと言ってももともとは奈良の都にいる人ですからす、ねえー、大阪では生まれた、まあ、ゆかりというのはお寺を建てたことしかないと言ってもいいぐらいになるわけですねじゃあ、えー、例えばあ先日まあ何年か前ですが「真田丸」という NHK 大河ドラマがあって、えー、真田幸村もね大阪ゆかりのようにこの代から広と大阪城に真田丸を作ったわけですからそう思いますがこの人も信州の人ですがからあ大阪にゆかりというと。 クエストョンマークつくわけですね。はい、で、そういう中において、南光さんは実は純粋に大阪出身の人なんですね。今でいうところの大阪府千早赤坂村の出身ですから。まあ、あ今風に言うと、れっとした大阪人と言っていい人なんですね。<laughs> で、それをですね、えー、観光看板にするに何も遠慮することはないだろうと。 こういうことだと思うんですが実際今までは遠慮されてたんですね少し南光さんの評価の仕方ということを見てみたいんですが実は戦前はですね特に明治期はですね非常に人気がある教科書には必ず大きく載っている人だったんですね、はい、で、小学生たちをですね、えー、対象にアンケートをしたところこの人みたいになりたいというところで第一位の常連だった人が楠木正茂、ね、憧れのヒーローだったんですねでまああの幕府の大軍を相手にですね千早城を中心として非常に 非常に、えー、ゲリラ戦を戦って倒幕のきっかけを作った人ですし宮渡川の戦いではね華々しい、まあ、戦いをしたということでは非常に男の子特に男の子たちの心をくすぐる武将だったわけですねですから、まあ、1位になってたんですが戦後は昭和20年以降は馬たいと人気がなくなったんですね、まあ、それどころか記憶の中から、えー、消されたような存在になっていたんですね。それなぜか ととということを考えるとですね、えー、もう一度正成さんの簡単な生涯を見てみたいんですね、えー、歴史のおて舞台に立ったのはこの人38歳の時ですね、はい、え鎌倉幕府の打倒を目指した96代の天皇の後醍醐天皇に召し出されてですね力を貸してくれと言われたものですから、まあ、それを一気に思ってですね、えー、千早慶を中心にまあ縦横無尽の戦術で えー、幕府の大軍を翻弄したわけですね。えー、よく、えー、いろんな書物に書かれているのは。何十万という幕府の大軍を千か二千の牢城軍で翻弄した。例えば、城に上がろうとすると、大きな石をどん,どんどん投げ落とす。あるいは木材をどんどん投げ落とす。えー、熱湯をかける。あるいは、えー、あるいは排泄物をかける。 あるいは油を流して火をつけるといった。ありと,とあらゆる手を使ってですね。えー、幕府の大軍を寄せつけなかった。百日間の農場に成功したわけですね。で、えー、鎌倉幕府大したことないなという。機運が全国に生まれましたから、倒幕になったという意味では。兼務の申請のですね。まあ、第一の功労者と言っていい人だと思うんですね。で、その後でやっですが、兼務の申請は実は武士たちの失望を招いたわけですね。えー、武士たちに、えー、報え、が少なかった。武士たちに対する褒美が少なかった。 とということで、はい、不満を持った武士たちが実はこの時は官軍に一部になっていた足利尊氏を担いで、まあ、また再び戦乱の時代になったわけですね。でほとんどの武士は褒美をいっぱいくれる足利尊氏に就いたんですが最後まで後醍醐天皇方についてですね一時はですね、えー、京都に関東から攻め上ってきた尊氏の大軍をですね追い落として九州まで、まあ、逃げさせたというぐらい、うん 奮戦をした人ですねでここが歴史を知っている人たちには少し悲しいところなんですがまた九州で勢力を盛り返した足利尊氏が来るときにですね、えー、南光さんは南光さんの戦術を、えー、天皇に上奏するわけですね京都に一旦大軍を入れてしまって七つの口を押さえてしまうと、えー、兵糧攻めになるのでこれで尊、えー、氏の大軍は、えーまあ、崩壊するでしょうその間にに天皇には、えー 比叡山に登っておいて避難しといてくださいと、まあ、こういう作戦を立てたんですが、はい、え天皇が何度も何度も京都を開けられるかと、まあ、公家たち部武、えー、に対しては素人と言っていい人たちに反対されたのでわずか700機でですね神戸の港川で、えー、九州から登ってくる足利勢と退陣をした。 とというところですねで亡くなり方があ700機対何十万機ですから最後は73機までね打ち減らされたところで弟と差し違えて亡くなったというのが楠、えーえー、木正成の生涯なんですね。<イ>その時は42歳ですから ああ四十三歳ですね。五年間だけの活躍だったんです。三十八歳から四十三歳まで表、ね、舞台にいた時間というのは短かったんですね。はい。ええー、そしてさらに言えばですね、死後はこの属扱いされてしまったんですね。足利幕府ができて北朝が中心になりますから南朝型に組みしたということでは実は属扱いだったんですね。しかし江戸時代からね復権が進んで明治維新後はあ南朝が正 党になりましたから、そこのために尽くした大中心ということで評価されて、まあ子供たちには一番のヒーローになっていた。これがまあ戦前の南子さんなんですね。はい、で戦後なぜ帰り見られなくなったかということを理解する上では二つのキーワードがあると思うんですね。一つは南子精神というものです。南子さんの精神ですね。はい、それから一つは七章報告。七度生まれて国に報いると書きますが七章報告なんですね。えー、絶望的なね不利な戦いでも命がけで戦うのは 難攻精神だと実はあ戦争の、まあ、非常に盛んだった頃<ー>そう教えられたことが、はい、日本ではあったんですねそれから市長報告に関しては実はですね楠、えー、木正成の弟の正末という人が差、えー、し違えるにあたってですねこういうことを言ってるんですね。7度生まれ変わってもを打ちたいと思う と言ったんですねで正成さんお兄ちゃんの方はそれもよかろうと言って差し違えて死んだということがこれがまあ大平疫に書いてある事実なんですが、うん、そこからですね本来であれば七条滅族という言葉が出るわけですね。七度生まれ変わっても ということなんですが、これも戦争が盛んになってきますと、国に報いるという言葉に置き換えられてですね。まあ、軍国日本の戦意公用のために使われた。利用されてしまっう、はい。ですから、この二つの言葉が一種のキーワードになってですね。まあ、玉砕だとか、全滅を当然とするような日本軍の戦い方につながって。まあ、そのために必要以上に、犠牲と我慢を知りられたという国民感情が生まれてですね。まあ、南光さん思い出すと、黒いま、ま暗い時代をです、ね。 また思い出すということで。 あえて教科書から外されたと僕は思いたいですし、あえて日本人はこれを忘れようとしたのではないかなと思っているんですね。はい、でぜひ知ってもらいたいのは、正重という武将は、決してそういう単純なですね。あるいは、暗愚な、愚かなクク、暗く暗いと書いて、暗愚。ですが、えー、こういう武将ではなかったということを、あえて言いたいんですね。えー、わずか七百機で出陣した港川の戦いの時もですね。実は、正重の手勢は二千機近くあったと推定されているんですねで。港川に行く前に、桜井の駅という。まあ、今でいうと、大阪府。 山本町ですがそこで、えー、長男のですね摩擦座に1300機預けて川内に返してるんですね、はいえー、工事を託した自分はまあこの戦いで死ぬかもしれないけど後々まで、えー、足利かずの好きなようにさせるなよということをまあ息子に託したということをですねそれから港湾の戦いにしてもですね実は、えー、敵将はその時は陸軍を来てたのは高渕の弟の忠義だ,だったんですねでここさえ打ち取ればいいということで、えー、全軍をですね、えー 敵の大将に向かって生かしたというのが戦いなんですね実はこの戦い部位というのは大阪夏の陣でですね真田幸村が援用、えー、したと言われている戦いなんですねですからそこを思うとですね名将中の名将そして合理主義の塊のような人が実は楠木正成なのではないかなと思いますそれからその合理主義な人がですね 最初に後醍醐天皇と結んだ約束を守ってですね最後までどんな不利な状況になってもそこから裏切らなかったということでこれはまあ義の人と言われているわけですねですからそれが本来の正成の姿ですんで、えー、戦争中の一時の時期にですね変形されたのが本当の正成の姿ではないよということをぜひ知ってもらいたいんですね。はい でここからちょっと宣伝できますがそういうことを知ってもらうための格好の本がですね明日三30日発,表になるあ発売になるんですね、えー、3年間産経新聞が連載しました内容をまとめた教教科書が教えない楠木いや非常にこれ分厚い本です分厚い割には1,500円ですから <laughs>、えー、お得だと思いますがこの本がね明日から本屋さんに並いますのでぜひ興味ある方は手に取っていただきたいですし今日はですねその本をリスナー5人の方にプレゼントしたい と思いますので、えー、その方法を松本さんから滑舌のいい喋りで <laughs>、えー、紹介していただきたいなと思いますがや本当に三十三ページと非常に分厚い本ではあるんですけれども、はい、地図ですとか写真などもカラー写真もなかなかね綺麗に、はい、立派に想定されてますよねそうですね非常にあの具体的にイメージも湧きやすい作りになっております、はいえー、そしてあの緩末の取材班スタッフの、えー、一番最初に安本さんのお名前が記載されておりますあの前書きでたっぷりとクス <laughs> <laughs> まさしげの魅力を書いておりますので、そこもぜひ読んでいただきたい。ですね、はい、ぜひぜひ、そちらの方を手に取っていただきたいんですが。えー、今日はこれをですね、五人の方にプレゼントということで、お預かりしました、はいえー。応募方法をお知らせいたします。おはがきは郵便番号、五五二の八五零一。五五二の八五零一。ラジオ大阪、ニューストナイト、いい大人まで。えー、メールでは、応答なアットマーク、オービーシー。一三一四ドット、信用ドット、ジェピー。 T. O. N. A. アットマーク O. B. C. 一三一四ドット。C. O. ドット J. P. ファックスは零六六五七七零三零一。零六六五七七零三零一です。えー、いずれもですね、南光さんの本希望とか。えー、楠木正成の本が欲しいとか。安本さんの本希望でも。でも結,構で結構ですので、はい、プレゼント希望ということがわかるように書いて、お送りください。え、<laughs> <laughs> 来週の七月五日の木曜日,日。 実着とさせていただきます、えー、当選者の発表はですね来週7月6日のこの番組内で行いますのでぜひご応募くださいたくさんのご応募お待ちしておりますはいよろしくお願いしますアンカーマンの目でした